曜日のスレスネは、スノーマンが女友達へのタンプレゼンスで対決。ハッピーバースデー。しかも友達役はなんと今田美桜ちゃん。人間に渡すのは初めてだから。コミケ帰りだ。下に置いて、友達としてちょうどいいタンブレセンス1位に選ばれるのは、ごめんね、かわいいっす。すべては12日、日曜昼1時。ハッピーバースデーだよ。ちゃんとしろよ、ちゃんと。